僕はは有名人には人人に権権がががなないいと思ってるし、あの,人権ないのが当たり前だと思ってますね。だから有名人とか著名人の人が「あの僕たちだって人間なんです」というのに関してはちょっと僕は違うね。僕は自分自身の人権に関しても制限されて当たり前だと思ってるし何でしょうね人様より目立って人様から注目を受けて発言を聞いてもらえてそれによって。 うんある程度の生活を保障されたり人によってはものすごいいい生活を保障されてるわけでしょ。でそういう人らがあの恋愛とか何でもかも自由っていうフルセットっていうのはねなんか僕にしてみればそれはわがままだよっていうふうに思うけどねなんかそこで特別扱いを求める気持ちはわかるけども。 少なくとも僕はユーザーの一人につて許しはしないし同様に自分もその自分自身の知名度に対してあら当たり前だけどもなんかそこら辺は言われてもしょうがないと思うからだからなんかネットであの死ねとか書かれてもまあなんかへこんだり傷ついたりするけどもやめてくれよとかそんなことするのは間違ってるとかってあんまり俺言わないじゃんそれは何でかというとそれをされる対価として今みたいな,なんか生活とか生活といっても そんなに実はねあの、前も言った通り俺は月収33万の男だからさいいわけじゃないんだけどもこういうふうなところでみんな話聞いてもらえるというのがあると思うからなのであのな私たたちもも人間だだっっていうふうに言ったら、もう全員,全員坊主だよ。そんなことを言うここそ。<laughs> こういうのを聞くとタレントに基本的人権はないのかっていうことなんですけどもね基本的人権はあると思うんだけどもまあこれ僕の用語なんだけども「不体的人権」っていうんですか。例えば 人前で不快な思いをさせられない権利。そんなもんないですよね。だって不快な人はこの世の中にいっぱいいるわけですし、なんだろうな、あの、美人の人は周りからジロジロ見られるし、極端な話、顔にあざがある人は周りからジロジロ見られるわけですよ。じゃあ、その顔にあざがある人は周りからジロジロ見られる。おっぱいが大きい女の人は周りからジロジロ見られるんですね。極端に背が高い人、極端に背が低い人は周りからジロジロ見られると。こういう人たちは基本的人権ないのかっていうと、 そんなことないわけですね。そうじゃなくて、なんだろう、基本的人権ではなくて、実は本来普通の人間だったら守られるべきマナーっていうのが存在しないということなんですね。でもその普通の人間の守られるべきマナーっていうのは、超美人、超不細工、超巨乳、超デブ。僕もわかるんですけども、全部守られてないわけですよ。で、そういうふうなものを、 手放すっていうことぐらいを覚悟の上で芸能界に入ったんじゃねえのっていうふうにあの僕は思っちゃいます。あの芸能界の人が上に上がって人並み以上の金と名声を手にしているのに基本的に人権とかを口走ると本当に情けねえなと思うんでですね。いつもこういうふうな問題が 起こるために僕はこの問題を多分持ち出すことになるんですけども、まあ、基本的人権と、不体的人権っていうふうに彼に、仮に僕は呼んでるんですけども、そういうマナー的なものは別だろうと。そういうふうな意味では、世の中にはですね、その、そういうものが守られない人っていうのはいくらでもいて、それはもうただ単にマナーの問題だと。それ有名税っていうふうに言っちゃえば当たり前かもわかんないけども、ハゲもそうですよね。そういうですね、有名税並みに守られてないことがあるんで、それら全てはもうマナーの問題にしか過ぎないと。 いじめって、だいたいいじめる側が笑ってるじゃないですか。で、いじめられてる側は自分を守るために無理やり笑わされますよね。笑って自分を守るふりするんですけど、いじめる奴らは楽しそうに笑うと。なんでなのかっていうと、笑いはハッピーなことではなくてですね、実は攻撃性の証明なんですよ。だから、お笑い芸人の笑いっていうのは、いじめの要素っていうのをかなりいつでもはらんでて、それを指摘されると、そのお笑い芸人さんたちはみんな逆切れするわけですね。 笑いというのは基本的に差別であって、基本的にいじめなんですね。だから危険で面白いんですよ。その分危険で面白い。天国には多分笑いなんかがなくてですね、微笑み程度しかなくて、地獄には笑いが溢れてると思うんですけども、例えばそのお前バカだなっていう言い方でもですね、仲のいい友達同士が言うと、もう本当に関そういう関係性があれば笑いが生まれるんですよ。 で、これがなかったら、このお前バカだなというセリフもいじめになっちゃう。例えば、ワンマン社長が悪気なしに、自分の手下んだと思ってる社員に、お前バカだなっていうう言うと、そのワンマン社長からこんなことを言われたっていうパワハラに感じる場合があるんですね。社長は、俺とお前は、ワンマン社長にしてみれば、家族じゃないか。家族じゃないか。そういう関係性があるから、こういう言葉っていうのはあ、冗談だってわかるだろうなんですけども、ところが、ワンマン社長に雇われた、 平社員の方は家族となんか思ってないんですその関係性を否定してるから、関係がないので、その言葉はパワハラにしかならないと。こういうのってよくありますよね。だから、あの、いじめと笑いとの差っていうのは何なのかっていうと、仲のいい関係っていうのは成立してるかどうかなんですよ。仲のいい関係が成立してたら、急にそれは許される笑いになって、で、全く同じシチュエーションで、全く同じことを言っても、それを言ってる、 もの、聞いてるもの同士の間に仲の良い関係が発生してなかったら、それはいじめになってしまう。猿の檻があるんですね。小さい猿が餌を見つけたんですね。そうすると、大きな猿にですね、その餌を奪われて、餌を返せって聞いて泣いたらですね、その大きさにボーンってどつかれて吹っ飛ばされるんですね。で、小さい猿は餌を奪われて殴られて、ものすごい悔しそうに、キー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 に泣いたと思うと、その隣にいる一番小さい猿をいきなりゴーンって殴るんです。悔しさのあまりは、あの、 餌を大きい猿に取られたからといって自分よりもっと小さい、一番小さい猿をゴンって殴るんですね。そうすると小さい猿は怒るんですけど仕返しができない。やっぱり自分より大きい猿に殴られたから。なのでその一番小さい猿はキーキーキーて怒ったと思うとですね、地面をですね、もういきなり殴り出すんですねで。それを見てですね、マイクはですね、生まれて初めてものすごい笑い方をするんですよ。その笑い方があまりに、なんていうのかな、人間地みてない。 あの、一緒にいたガールフレンドびっくりするんですね。あれを見て悲しい気分になるのはわかるし、嫌な気分になるんだったらわかる。だって、猿の中でもあんなことがあるなんて嫌じゃない強いものが弱いものをいじめて、そしてその弱いものがもっと弱いものをいじめてるって。なんでそれを見てあなたは笑うのって言ったら、マイクはす,、ね、すごい不気味な、でも止まらない、あっはははって同じような笑い方をしながら、え、わからない僕は地球人がなんで笑うのかがやっとわかったよ!」と。 笑うっていうのは攻撃なんだよねっていうふうに言うんですね。で、彼女は違うわよ。笑うっていうのはもっと優しいものよっていうふうに言うんですけど、へえ、君たちはそういうふうに思い込んでるのかそうじゃないよ。自分の心の中をよく見てごらん。笑うっていうのは何かに対する攻撃か、その攻撃の裏返しでしかないからっていうふうに言うんですよ。で、その章はそこでスポッて終わってるんですけども、なんかね、その、 で、それ以降ですね、その火星から来たですね、マイクはですね、正しい場所で笑えるようになったんですね。地球人の政治家からなんかジョーク言われると、あははって言って、楽しく笑って、自分からもジョーク言うし、微笑むし、もう、ついに彼は人間そっくりになったんですね。その動物園の事件以来。で、僕それ、多分、20歳ぐらいの頃に読んでから、40年ぐらいずっと考えていて、ありとあらゆる笑う場所でですね、まあ、いつも考えてるわけではないんですけど、1年に何回か思い出して、 この笑いっていうのは攻撃性の裏返しとか攻撃だろうかというのをずっと検証し続けたんですよ。で、40年間をけつ検証した僕の結論としてはハインラインのこの仮説に間違いはないと思います。笑いというのは攻撃性であってですね、その攻撃性が許される感じがするからみんな笑う。そのスレスレ感に笑うんですね。本来だったら攻撃性があってみんなが、うっ,ってビクってなるところ なんか、なーの感じに許されるこの緊張の緩和でみんな笑うっていうのが、だから、笑いっていうのはある人にとってはいじめになっちゃうし、で、誰かをいじめるときは必ずいじめてるやつらが笑うっていうのはそういうことなんですね。これが僕が初めて発見した、その本質論の一つです。で、同じような本質論ないのかなと思ってずっと探しててですね、で、僕がこの何十年間でですね、思いついたのは、二つだけあるんですよ。一つがですね、 あの、怒るというのは何だろうかと。人間は何で怒るのかっていうと、それは無力感への抵抗であると。あの、人間は怒るっていうのは、どうしようもないことが分かった時に起こるんですね。もう、自分ではどうにもならない。自分ではどうにもならない時にだけ人間というのは起こる。その、どうしようもないという絶望感が受け入れられないから、それを誤魔化すために人間というのは起こるのであって、そうでない場合は淡々と、 解決に向かって、こう、歩みを進めるんですよ。だから、あの、怒る人は何もできない。怒ってる人は何もできなくて、どうしようもないというのを分かってるからごまかすために怒ってるだけであるっていう。まあ、ハインラインほど美しい説明ではないんですけど、僕はその、あの、怒りというのは、あの、なんだろう、無力感への抵抗から来てる。抵抗っていうのは、自分が無力だと感じるのが嫌だから怒る。ですね。これが僕は,は、 まあ、あの、見つけた法則の一つです。で、ええー、考えてから30年以上、やっぱり、あの、検証してるんですよ。自分も腹立つときとか。やるんですけど、今のところ、一回もですね、あの、例外がないですから、多分これもいけると思います。もう一つ。これが、あの、感動の法則なんですよ。感動の本質というのは、罪悪感であり、罪悪感のを解消するために人間は感動する。ラブストーリーとかを見てですね、あの、人間が感動するのは、そんな風に純粋に、 生きてない自分。そんな風な、純粋に恋をしていない自分を許すために感動する。ふうに僕は考えてるんですよ。ちょっとね、今までのやつ、二つに比べて、これまでの二つに比べて、やや複雑なんですけども、だから人間っていうのはラブストーリーを見て感動すると、もっとラブストーリーを見たがるんですね。 また別のもので感動したら、やっぱ同じようなものを見たがるのは何でかっていうと、それに関して罪悪感っていうのを感じてるから、それが解消されるので自分を許して泣くんですね。だから、そういう許しを求めてるから、同じようなストーリーを求めてしまう。で、あのー、まあ、これもね、30年以上観察したんですけども、今、やっぱり今のところ例外ないんですよ。あのー、 次にね、何かに皆さんも感動した時にですね、ちょっと自分の心の中を観察してみてください。あの、感動は必ず心のどこかにごめんなさいという気持ちが隠れてるんですよね。こういうふうなものが不思議なもので人間っていうのは頑張ってるものに対して怒っちゃうんですね。だからスポーツを見て僕らが感動するというのは、スポーツで頑張ってる人を見たら、まあ、自分はそこまでやれてない、自分はそこまで純粋に生きてないという罪悪感。この罪悪感だけでは辛いんですよ。 この罪悪感に直面したくないため、いわゆる、お、あの、無力感に直面したくないため怒るのと同じように、罪悪感に直面したくないため人間は涙を流すとか、階段、あの、感動するというですね、実にうまいすり抜き方を覚えた。だから、その、人間というのは感動すると。感動というのはおっかないです。何も考えられなくなりますからね。だからこそ、あの、自分を観察するいいチャンスだと思います。最後までありがとう。チャンネル登録してってね。